大モロッコ1876年の西サハラ大モロッコはモロッコの民族統一主義者が掲げる領域である。現在モロッコ政府はこの主張をしていないがセウタ・メリリアとスペインの飛び地地域及び西サハラの領有は主張している。1956年モロッコがフランスから独立した。1958年前年のイフに戦争の結果 スペインからジュビー・ミサキを獲得した。1960年、モーリタニアがフランスから独立した。イスティクラル島のあるある発シがこれに反対して、完全な解放を主張したために、国交を結ぶのに9年もかかった。1963年、アルジェリアのフランスからの独立を受けて、モロッコは南西部のティングフ県とベシャール県に対し、 かつてモロッコの主権下にあった領域だとして進行した。同年、アフリカ統一機構が発足した。1964年、砂戦争が終結した。国境は動かず、モロッコはアルジェリアへの領土要求を放棄した。1969年、大モロッコに含まれるモーリタニアを承認し、国交を結んだ。しかし、西サハラと北岸のプラサスでソベラニアの領土主張は続けた。 1975年、マドリード協定が結ばれ、スペイン領サハラの西半分を獲得した。1976年、西サハラを領土と主張する亡命政権のサハラアラブ民主共和国が発足した。1984年、西サハラのアフリカ統一機構加盟を受けて、モロッコは脱退した。2002年、アフリカ統一機構がアフリカ連合に発展解消したが、モロッコは、 非加盟を続けた。アフリカの国で非加盟なのはモロッコだけだった。同年、北岸から250メートルの位置に浮かぶ無人のスペイン領ペレヒル島をモロッコが一時的に占領した。スペインは特殊作戦集団を派遣して奪還した。2016年、西サハラへの領土主張は続けるものの、アフリカ連合への加盟申請を行った。2017年、 再加盟が承認された。ありがとうございます。